それじゃあ、シバドでーす。今日はですね、珍しいリクエストをいただきまして、ソロギターをピックで弾いてみたいと。で、なんか一曲見繕ってくれと。まあ、見繕ってっていうのもなんですが、という風な感じのですね、リクエストがございました。まあ、たまにはいいかなと思ってですね、小袋のつぼみをですね、ピックで弾けるソロギターっぽい感じで、タブ譜に起こしてみましたので、やってみようかなと思っております。まあ、こういう系はですね、全然僕じゃなくてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、せっかくリクエストいただきましたので、やってみたいと思います。まあ、いつもまあ、ガンガンギター弾いてるんですけれども、まあ、たまにはしっぽりとした感じでもいいかなと思って、今回やってみようと思います。まあ、すごく簡単にしてあるので、まあ、ぜひぜひ皆さんやってみてください。まあ、とりあえず今回はですね、イントロと A メロ。まあ、これで反響、まあまあな感じであれば、続きもやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。では早速イントロいきまーす。というふうな感じでちょいちょいコードを挟めていってますね。ここで F メジャー7で A マイナーでまた F メジャー7で G で C ですね。最後がA メロです。 A メロも同じようにコードがちょいちょい入ってます。というふうな感じになります。これが1回目の A メロで C から入ります。で A マイナー。で G ですね。A マイナー。2回目の A メロです。まあ1回目とそう違いはないんですけれども、若干違うんでちょっと注意しながらやってみてください。まず C から、こんな感じですね。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ改めてですね、僕じゃなくてもいいんじゃないかなっていう感じではあったんですけれども、
まあまあまあたまにはこういうのもいいかなと思っております。まあ、視聴者さんもですね、結構ガンガンギター弾いてる方が多いかなと思うんですが、たまにはこういった感じのものもですね弾いてみてはいかがでしょうか。なかなか良かったぜみたいな感じのですねコメントあったら、またまた続きをですねガンガン出していきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。